ランディ・デビット・ウェルズは、アメリカ合衆国、イリノイ州、ベルビル出身の野球選手。当主、ウトウ右打ち。2001年の MLB ドラフトで、ニューヨーク・メッツから44巡目で指名されたが、契約に至らなかった。2002年の MLB ドラフトで、シカゴ・カブスから38巡目で指名され入団し、2007年まで、カブス参加のマイナー球団でプレー。 2007年12月6日にルール5ドラフトでトロントブルージェイズへ移籍。2008年開幕戦の4月5日のレッドソックス戦でメジャーデビューを果たしたが、ブルージェイズは4月9日にジェシー・ガールソンをメジャーに昇格させ、ウェルズには戦力外を通告。4月16日にルール5ドラフトの規定によりカブスへ復帰。復帰後はトリプル A 級のアイオワでプレーし、 10勝4敗、防御率4.02の成績で、同球団の最優秀投手に選出された。9月9日に故障者リスト入りしたジョンリーバーに代わり、メジャー昇格を果たし、シーズン終了までに3試合に登板した。2009年は、開幕をアイオアで迎えたが、ルーピネラ監督は5月4日に故障者リスト入りしたカルロス・ザンブラーノに代わり、先発ローテーション入りさせる。 ことを発表。5月8日にメジャー昇格を果たした。その後、シーズンを通して先発ローテーションを守り、シーズン12勝はデッドリリーとともに、チーム最多タイ、カブスの新人選手としては1998年のケリーウッド以来となった。ナリーグの新人選手として27先発は、リーグ最多12勝165.1イニングはリーグ2位を記録し、 新人王の投票では6位に入った。2010年以降は年々成績が悪化し、2012年限りでカブスを退団。同年12月6日、テキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。ありがとうございます。